はい、どうも、お疲れ様です。FX オリ合ル日の皆様、そして即可塾の検定動画をご覧の皆様、3月17日朝6時20分の相場解説、まずは冷やしからお届けしたいと思いますが、しばらくね、迷いの起きてきたチャートです。まあ、こういう風な図を何度か書きましたよね。上髭と下髭。で、実体がこうね、だいたい均等にあるやつです。これは、上に行くのか、下に行くのか、横ばいなのか、結構迷った状態なんですよね。それが、 えっと、二個連続で、というのも二個、間を開けて出てるのが、この冷やしの状態だったんで、まあ、この横ばいは強いかなと思ったんですけども、均衡が崩れました。下ゲが結構目立ってきたな、というところですね。で、特に、今、形成中の陽線は、上に何とか行こうとしてるやつなんですよ。ね。少なくとも、下に行く勢いってのは、すぐに打ち消されるような形になってます。で、これをちょっと踏まえながらね、4時間、1時間を見ていただきたいと思います。 え次、4時間です。現状認識としては、あの、こう、材料などによってね、売られすぎていたものが、ちょっとこうね、取り戻しつつあるんじゃないかなっていうふうに見えるわけですよ。ですんで、133円の110、これを下回っていくことってのはもうね、継続的には起きないんじゃないかなと。逆に言うと、133円の110よりも、上の方に展開していって、かといってすぐにね、この辺りのフェーズに来るっていうのは考えにくいですから、 まあ、あのレンジのオプションをちょっと変えていくっていう程度に収まると思いますというところで1時間を見ていきますね1時間はレンジオプションを引いて多少の成果を得たのが昨日のことです、えー、例えばねレンジの下がここで上がここっていうふうに線引きましたけどもそうなるとね例えば直近でこの縦幅は全部取れてるわけですよで昨日にしましてもこういうところが取れたりとかこういうところが取れたりとかね してるわけで、すすよよねレンンジオプションならで,すよで私の場合は、ちょっとね、慎重になっちゃったんで、あんまり利益は取れなかったんですけども、まあ、それでも30ピップスぐらいの利益ってのは、昨日確保できてますんで、まあ、順調だというふうに言えます。プラス、このレンジオプションってのは間違いじゃなかったかなというところです。ただし、今後はこのレンジオプションを変えていかないとねっていうところなんですよ。じゃあ、どのように変えるかっていうと、少なくともひげ先での、 え、判断というのはなくして、ここにしていかないといけないなと。あとは今日の午前中の動きにもよりますけども、この価格がですね、もう下に行きづらく上に行きやすくなっているところを見ると、今日いきなり今のこの瞬間じゃないですけども、多分ね、今週の終わり頃、つまり今日の夜頃には、上帝をここに構える、その形でもできてくるんじゃないかなと思います。えー、もちろんね、135円の005でいきなり今日中に儲けちゃうと、下値がここですから、 そうするとね、あの、やっぱり2円半ぐらいの大きなレンジということになって、これはちょっとね、レンジとしてはあまりにも不格好ですから、もうちょっと、お時間を置いて様子を見て、レンジの再設定をね、しなくてはいけません。はい、じゃあ今日はね、午前中何するかっていうと、現在、ここで展開してってるレンジを、次のレンジに、ちょっとね、切り替えていくための、こう観察をしなければならないなっていうところです。ちょっと午前中を、 4,5時間かけて見ていこうかと思いますので、追加放送はちょっと午後になるかもしれません。そのぐらいの現状認識をして、えー、午後になったらね、一回ぐらいはちょっとエントリーしていきたいなと。それを今週のラストの挑戦にしたいかなってところですよね。まあ、午前中もちょっと放送しないかもしれませんけども、えー、チャンスがあれば、あのー、玉を打っていこうかと思いますけどもね。はい、そんな形でございます。えー、もうワントライしてみましょう。